サツキ！帰ってきてくれ。そう、イチ。頼む。この通りだ。頼む。探したぜ、サツキ。今日は一日、あっちこっちあっちこっち。俺。バカだからさ、サツキ行きそうなとこわかんなくてさ、それで今までかかっちまったな。昨日のことは謝るよ。どんなに謝ったっていい。なんなら今土下座しようか。失礼だったよ、俺が間違ってた。もうこれからはあんなズケズケお前の気持ちも考えずにおせっかい焼くのはやめる。だからもう怒らないで。気に入らないところがあったら直すよ。手伝えることがあるのならできることは何でもする。だからどうして。どうしてって。どうしてそんなに優しくするの。俺は悪いのは全部私じゃない。総一は私のこと考えてくれて、一生懸命いろんなこと調べてくれて、一生懸命いろんな人に頼んでくれて、私の剣も見つけてくれて、全部総一がやってくれたんじゃない。それはなのに私バカみたいに総一に迷惑ばっかかけて、気に触ったからって大声で叫んで、後先考えずにどっか行って、こんなわがままなやついないよ、サツキ。それなのに一生懸命探してくれたなんて。だからこんなバカな女の子なんかに頭下げて、こんなバカな女の子なんかに優しくして、どうしてそんなことするの。好きだからに決まってんだろ。
何がひどいんだ。好きな人に、大好きな人を追いかけるのが、大好きな人にそばにいてほしいと思うのが、大好きな人に好きだっていうことが、どこがひどいんだよ。ひどい、ひどいよ。いつも、いつも自分の気持ちを押し付けてばっかり。俺は、お前のことだけしか考えられないよ。私のことなんてちっとも考えてくれてないよ。私の気持ちなんてちっとも考えてくれてないよ。今でも私の気持ちなんかちっとも考えてない。私の気持ちなんか一つも分かってない。ひどいよ、ひどい。ごめん、俺バカだから。言ってくれなきゃ分かんないんだ。ごめん。すまん。私と同じぐらい。私もバカだよ。夜通し一日中街うろついて、でも必ず来てくれると思ってた。さ、月？だから待ってた。どんなところにいても何をしていても、きっと総一が探しに来てくれるって思ってた。さつき、あの人は優しいから、あの人は私の。サツキ！サイチ！サツキ！サイチ！
サツキ、サツキ。サウイチ、サウイチ。ごめんな。そんなこと考えてもいなかったよ。俺本当にバカだよな。前だろ。どうしてどうして泣いてるの？目に変なもんが入ったんだよ。そうなんだ。サツキっていう変なもんがな。お前こそなんで泣いてんだよ。そうなの決まってんじゃん。目に変なもんが入ったの。あ、そう。バカ。最後まで言わせろ。バカだから言わせない。俺、意地悪だもん。あ、じゃあ、キスいらない？どっち？
そんな格好歩きにくいだろ。総一が話してくれないからじゃない。じゃあ話そうか。怪奇しがみつき女だ。うん、いいよ。私はずっとしがみついてる。うん。おー。うん。どうしたの？話さないの？ねえ、話さないの？この野郎。そうだな。やっぱこっち。話さないで。ああ、おま、やっぱやめ。言って。言わない。これじゃあダメか。ないな。もうお前も話すなよ。私、夕飯作るよ。バカ、何言ってんだ。いいよ、いい。疲れただろ。でも、総一、お腹減ったでしょ？胸がいっぱいだよ。食欲なんてゼロだ。漫画みたいだな。ほら、体は正直。胸がいっぱいってのは本当だよ。そんな面倒なことをサツキにさせたくない。あ、お前腹減ってるか？え、私は…あ、私も胸がいっぱいかな。ならいいじゃないか、別に。あ、そうだ、これでも食うか。あ、朝鮮人参ガムだ。これって隣のおばさんの。うん、もらった。前の家まで行ってくれたんだ。まあ、じゃあ、ますます作らないとね。
ガム食べてるひもじい総一なんか見たくないよ。じゃあ俺が作るよ。いいよいいよ、それこそそんな面倒総一にさせたくないよ。面倒なんかじゃないさ、こういう時には文明の利器だ。あらら、お一個しかなかった。それなら簡単だね。やるよ。あ、いいよいいよ、そういち食べなよ、育ち盛りなんだから。何言ってんだ、お前こそ体力使ったろ、遠慮すんなよ。遠慮じゃないってば。じゃあ半分こそうしようか。よいしょ。いいかな。早い早い、せっかちだなお前。総一がのんびりしすぎてるの。あ、ほら。そうだな。食いにくいだろ、腕離せよ。いいや。たく、何でもかんでも取り込んで欲張りなやつだなお前は。うん、私欲張りだもん。はい。はいって。いいよ、お前先に食えよ。しょうがねえな。おいしい？食いにくい。おいしい？自分で確かめろ。ほら。あ、いいよ。やられると恥ずかしいだろ、これ。うん。ほらほら。
ごめんごめん、大丈夫か？大丈夫大丈夫、熱いのは結構平気。よかった、歯で切れよ歯で。総一がたくさん入れすぎるからだよ。そうかな。じゃあ今度はちょっとだけ。あ、ダメだよ、次は私の番。あ、いいって。ダメダメ、はい、あーん。 あーんとか言うなよ、あーんとか。照れてる照れてる、総一かわいい。かわいいとか言うな、かわいいとか。はいはい、あーん。たく、あ、下手くそ。お前の食わせ方もだろ。あ、スープついてる。バカ、そんなもんまで食うなよ。そういち味だ。何言ってんだよ。どんどん食べて。交代だ交代。ダメだよ、あんまりのんびりしてると麺が伸びちゃうよ。ほらさささっと食べちゃえ。お前にばっか食わせてもらうの悪いだろ。だってこっちの方が楽しいもん。じゃあ俺が食わせてもらうとして、それをさらに俺が。総一がそうしたいなら構わないよ。いやいや、やめとこうな、サツキ。それはあまりにも変態さんいらっしゃいだ。総一がしたいなら、私は。いや、だからいいって。二人でババッと交互に食べような。うん。ほらほら、サツキの好きな卵。あれ、どうして卵が好きって知ってるの？当たり前だろ、お前の卵料理にかける情熱は特に半端じゃないじゃないか。どこまで見ててくれたんだ。え、あ、いや、別にそんなに詳しく見てなくてもわかるって。ほらほらほら。あ、うん、うまい。うん、ふわふわしてる。総一はエビだね。別に俺エビはそんなに好物でもないぜ。知ってるか、さつき、このカップ麺を開発するときにエビで苦労したんだ。エビで、ある日呼ばれたパーティーで出てきたカクテルシュリンプが。どうか語り出しそうじゃん。じゃ、おいしい？いつもと同じ。おいしい？うまい。じゃあもっと。エビ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 。やめろ。
サツキ。ソウイチ。サツキ。いい匂い。嘘つけ。汗臭いだろ。ううん、そんなことないよ。臭くなんかない。風呂も入ってないし。匂いするよ。するけど。けど、総一の匂いだもん。さつき。総一の匂い、好き。俺もさつきの匂い、好きだ。匂う？うん。でも、いい匂いだよ。そんなことないよ。お風呂入る。いいっていいって、本当に。流してほしくないぐらいいい匂いだよ。嘘だよ。ダメだよ。本当だって。だって汗の匂いが私の匂いだと思われちゃ困るよ。ああ、なるほど。本当はもっといい匂いなんだ。知らないけど。じゃあ入ろうか。うん。二人で。バカ。いやじゃないけど。ダメ？きっと総一変なことするもん。なんか絶対変なことするもん。そんなことないって。見てるだけ。それがダメなんだよ。気になって体洗えないよ。じゃあ洗ってあげる。バカ。それに裸の総一なんて恥ずかしくて見れないよ。俺は裸のさつき見たいけどな。バカ。ごめん。見たい。え？あ、え、あ。後で見せてあげる。見たくない？見たい。うん、見せてあげる。あ、え？
けど。